はい、それでは今回は、ベースを塗っていきたいと思います。このお花の中心ですね、あとこの実、4つの実なんですけれども、これがストローという黄色い色になります。まずこのようにパレットにストローを取ります。で、私は今回平筆でこういうふうに塗っていくんですけれども、どうしても初心者の方は平筆の使い方が慣れてないので、丸筆の方が使いやすいんじゃないかと思います。丸筆もでも結構なんですけれども、慣れてきたら平筆の方が面積が広いので、あと角を使ったりしてきれいに早く塗れるんですね。で、ぜひ、平筆の使い方を、頑張ってマスターしてみてください。このように平筆だと3回ぐらいでもう塗れちゃうんですね。これが1回塗りです。で、見てわかる通りまだ薄いですね。で、トールペイントの基本は薄く何度も塗るですので、これを1回乾かしてからもう1回上から塗るようにしてください。はい、このように、今4回ぐらい塗りましたね。4回塗ってこのくらいの濃さになりました。これがベタ塗りということです。その塗る場所の大きさによって筆を変えてみてください。これはさっきよりも一つ小さい筆なんですが、この実のところは少し先ほどの、花の中心よりも小さくなってますので、ちょっと小さめの筆を使ってまん丸く塗っていきたいと思います。はい、このように、花の中心と実が全部塗れました。ベースが塗れました。これから葉っぱですね。葉っぱはフォレストグリーンなんですけれども、葉っぱも同様にベタ塗りをしていきたいと思います。ちょっと角がねありますので、平筆を上手に使いながらこのように塗ってみてください。で、気をつけていただきたいのは、この下絵を写した白い線が消えるような感じで塗ってください。そうしないとだんだんと小さくなっていってしまいますので、これが消えるような感じで塗っていってください。はい、こんな感じですね。2回塗りが必要であれば、途中でドライヤーで乾かすか、必ず乾いてから2回目を塗るような感じにしてください。そうしないとちょっと絵の具が乾いたところと乾かないところがあったりして、その上から筆でこすると一部だけ取れちゃうとか、そういうことがありますので、薄く塗ったら乾かすという基本を忘れないようにしてください。はい、このように葉っぱと実と花の中心のベースが塗れました。